皆さん、こんにちは。こちらはこちやさないです。こんにちは。私は白霊霊夢です。今日は2024年2月14日の夜です。私たちは再び甲州駅前に来ました。明日の未明、ここから海南省海甲市への列車に乗車します。この列車の発車時間が少し特別なので、私たちは駅の付近で夜を過ごす必要があります。ホテルに向かう途中、駅を横切る歩道橋があります。その上から駅の中の列車が見えます。その時は一つの機関車が連結作業をしています。私たちも撮影しました。歩道橋を渡るとすぐにホテルに着きます。部屋の中はこんな感じです。列車の発車時間が早いので、早く寝なければなりません。皆さん、おやすみ。おはようございます。ただいまの時刻は3時54分です。私たちが乗るの列車は4時55分に出発しますので、今から駅に入ってもいいです。ホテルを出て、歩道橋に来ました。とても早い時間なので、外にはほとんど人がいません。駅前に戻ってきましたが、時刻は4時20分頃です。急いで駅に入りましょう。しばらくすると、駅内に到着しました。今日乗るのは B34 列車です。以下、本日のルートを簡単に紹介します。B34 列車は、京春から始発し、甲州で出発した後、途中の停車駅は雑賃、茂名、残山西で、終点は海港駅です。列車は、京港線を少し走った後に、甲州線に入り、広重線で茂名まで走行し、新山線に進入して、残山西駅まで走行します。残山西からは、段階線沿いに進み、序文県の海安南駅で、鉄道連絡線に乗り、気温周海峡を渡って海港駅に到着します。海港駅は都市の中心から少し離れているため、海港駅から近郊列車に乗り換えて海港東駅まで行く必要があります。改札が始まりましたので、ホームに行きましょう。列車は2番線に止まっています。B34 列車は甲州駅で機関車の交換作業がありますので、私たちはホームの前頭部に急いで進んでいます。海南への鉄道は非電化区間が多いため、ディーゼル機関車が使用されます。現在の連結準備されているのは東風11ギガ型ディーゼル機関車で、中国の鉄道ファンたちからは、豚と呼ばれます。非常に高性能な機関車であり、寝台列車を牽引して最高速度160キロで走行する程度の能力があります。機関車の連結作業を見終わった後、私たちは車内に乗り込みの前、行き先表と一緒に写真を撮りました。現在、車内に来ました。列車はすぐに出発します。私たちが乗るのは座席車で、車内はこんな感じです。今日の列車はほぼ満席ですが、私たちは運よく窓側の席に割り当てられました。現在、列車は甲州駅を出発し、
今日の鉄道で海越しの旅が始まります。しばらくすると、新しく開業した甲州白雲駅を通過しました。列車は枝川付近に通過し、ここで甲州線に進入します。列車は急カーブと急勾配の連絡線を通過することになりますが、左側に座っていれば乗っている列車が窓から見えます。しかし、私たちの席は右側なので、外の風景を見るしかありません。ただし、まだ明るくなっていないので、カメラではあまり撮れません。しばらくすると、列車は保山市の山水区に通過し、ここからは広重線に入ります。6時45分、列車は蔵王駅に到着しました。やっと天が明るくなりました。次の停車駅はおよそ3時間後の真尾根駅です。
それまでに、途中の景色を楽しみましょう。
マオメイ駅に到着し、ここで6分間停車します。隣の線路では、たくさんの列車が通過していますので、列車が停車している間に写真も撮りました。列車はマオメイ駅を出発し、新幹線を走行します。新幹線は高規格の路線であり、列車は最高速度の160キロで走行します。しました。南山西駅を出発した後、列車は段階線を走行し始めます。これが今回の旅の中で最も見どころのある区間です。ここから再び段線非電化区間に戻ります。列車は広東省最南端の鉄道を走行し、途中の景色も変わりました。ここは非常に広大な平野です。現在は2月ですが、ここでは冬がなく、四季常緑の時です。以下、途中の景色をお楽しみください。
皆さん、広東省最南端の駅、海安南駅へようこそ。駅名標の上には、次の駅は開港です。現在の時刻はおよそ12時20分ですが、開港駅の到着予定時刻は16時30分です。なぜなら、ここでは鉄道連絡船に乗って海峡を渡るからです。では、列車が海峡を渡るプロセスについて説明します。乗客は、列車と一緒に連絡船に乗り込みます。本日乗っている列車は18両編成です。最初に、列車は中央で分離され、9両ずつの2つのグループに分かれます。連絡船内には4つの線路があり、まずは入管機関車が2つの外側の線路に同時に推進されます。しかし船はそれほど長くないため、5両目の位置で分離し、残りの車両を岸に引き上げます。その後、残りの車両が再び船内に推進されます。これらの手順が完了すると、船はすべての車両を乗せて海峡を渡り、海南に到着する際に同様の手順で完全な編成に戻ります。現在、私たちは5号車にいます。この時点で連結部は閉鎖されました。列車内の電源も切られています。この窓から見える通り、入管機関車が前方の9両の車両を牽引して、隣の線路に停車します。しかし、このコンテナ車は何に使われるのでしょうか？入管機関車は非常に重いため、桟橋はそれを支えることができません。そのため、コンテナ車を使用して、機関車と桟橋を一定の距離で分離します。列車が動き出しましたが、まだ陸上にちょうど滞在する。連結部の貫通ホロも開かれています。看见没有，好神奇，它就是这两边分开来了，但是底部还在一起。没有，就像你看到刚刚那些布顶，看到了吗？哦，这下你看，人家把这扇门也关上了。它就是底部还连在一起，但是上边都分开了。底部是一块一大块一大块的木板啊。啊，看看看，好神奇。不是现在不是还连在一起？对啊，好几道是吧？门怎么开的？好几道。从上到下得有三道是吧？这是第一道、第二道、第三道，第三道是在底下，你看不着。远你一瞅。ここからは海が見えます。現在、列車は初めて連絡船に推進され、前方の車両が船内に残されます。不好意思。哎，它又开始动了。那我们要看吗？对，萌萌妈给你打打到光，你推进去，对，妈妈给你打到光，里面黑，起码黑的。充不了，没有电。对，没法充。没法充，没法那个什么，没法照亮。谁也别叫了。我站着也没意思。对，没电了，手机没电。他们到底怎么接的？讨厌吧！我走过程，我也干啥去了？哇，人家这条裂缝，你看。小心点吧，哎，出来了，充不了，没电。不会了，反正我还要忙。全靠电，是全靠电。哦。谁也不知道了吗？
对，水和电是一样的。都断了是吧？就跟你家停电停水是一个概念。化妆了，你应该问问阿姨为什么一定要把水电都停了。对，水电不停的话，你这连接上不就是有电吗？电还是安全问题。安全问题。铁钩的时候就跟铁钩，它那个是铁的，对，你要连电的话的话，就不是容易电的崩溃了。它就而且你要是有电的话。你这来回摘挂的，容易打出火花嘛？都是安全问题。估计快了吧？这又刚才我看到那个大裂缝了，但是你给你上厕所照灯，我就没拍到。就一定要被自己看到。你这次看来憋了很久了，看你的那个。可以看这个小哥哥的，这小哥哥反应挺厉害。我还有两个店。现在抓子给我吃。你们上火车多久了？也蛮久的。我们是10:45的车嘛，现在已经2:00了。没有充电的。我感觉前方应该快十块了，正好凉快。这地上没有轨道了。这旁边也是我们的火车，都要一起上去。这两列火车一起上去。啊，对。怎么不一样？这两列车要一起上去吧？这两列车要一起上去。不知道。可是地上的轨道怎么不一样？哦，就这个跟那个不一样哈，哎，它这旁边也那个基建也很不一样，你看特别不一样，果然脱轨的就是不一样，脱节的就是不一样，哎，好神奇！上船！啊？这上船了吗？对啊，上船。啊，那看不到啊？啥都看不了。啊，看不了啊？那是最前面那个才能看到，等于说。看着啥？哎呀，早知道我应该拍侧面。这一瞬间啊！哦，我应该拍侧面。没事，还有一个视频呢，咱还得出去呢。哦，我们还得出去。对。先分开，然后出去，然后就再进来。哦，我们进去了，我没拍到他进去一瞬间。还有。那你们看到船吗？我们已经在船里面了，小孩子。你在船腹里头呢，对，我们已经在船里头了。哎，分开了。前方の4両の車両はすでに船内に残されています。次に私たちがいる後方の車両が再び連絡線から引き出され、残りの車両とともに船内の中央の2つの線路に侵入します。赶紧拍哦，不是说你拍了，车厢被控制，然后我们就在轮船里面。哎，我不明白为什么他是到轮船里面才能拍。他不应该上轮船之前就分开了。哇，越来越亮了。哦，这艘船的底部在哪？哦，还是轮船拍到了啊！好神奇，天哪！哇，这上面还是可以坐人的。哇，嬷嬷，你看，我们站了这么久，就是为了看这个风景。哎。哇。那值得拍两张。对，你看，赶紧拍两张。哎，我有点不理解，那个原来不是轮船呀，我们在倒着开呀。这个景也不太值得呀。天哪，好神奇，最神奇的景拍到了，好开心。妈妈，我还可以给照片加花样。对，站了一个小时就为了看这个景，哈哈哈。我还可以给照片加花样。我最喜欢小可爱。太有意思了，你看，值得的宝宝，你看。嗯，你多看看。
妈妈，我手表有放大倍数的。嗯，我没有放大倍数，宝宝。妈妈也没有放。我有放大倍数。然后呢？我们的轮船在哪里啊？把手回来。这就是轮船，看到了没？这就是轮船。啊，这就是一艘，不对啊，这难道不是还是在铁路上吗？不是呀。另外，那我们进第二轨道是吧？对，刚才是第一轨道是吧？然后我们还没上船呀。对，过来了吧？对，刚才正着过来的，这些直属的。啊，什么意思？什么意思？什么意思？飞弹高上全来掉，明白？家长高上全来掉掉，没眼光。这边下一个。我们这个景都看完了。不是我有点不明白，他还没有上船呀。这就是船。给我上船。这就是船，这整个是船，不是啊，旁边还有马路呢，上什么船？没上船。现在没有，那个已经上船了，前面那个车厢上船了吗？哎，对呀、啊，现在我们正在上船，哎、对对对，现在是我们上船。现在我们上船了吗？你傻孩子，夯啊！那我们现在开始上船了。现在要上船对。哦，原来是大家一起上船，然后再拖出来。这拖节吗？拖节啊。对，有意思有意思，然后我们又重新上船了，我们又重新上船了。我看懂了，我已经看懂了。那船呢？船就是这个呀，宝贝。这个东西。对，这个东西啊，就是啊。好吧。所以我们是倒退了，又前进了。没事。这个太有意思了。对，是你们技术。上船啦！我们可爱小火车要上船了。这坐了好几年了，什么今年在赶上这个头上，头一回赶上这头上这么坐的。火车上船。你看它这个轮船还是有铁轨的，看到吗？是一种很特殊的轮船。都黑他们呢，等于他们上船了，什么？等于是平行四座。谁上船了？中黑和小黑。对，一起的，我们在一起啊，我们是一二三四五车厢嘛，傻孩子，上船了。杨哥，杨哥，我的妈呀！我勒个乖乖！杨哥，说实话，我傻了一跳。现在我看懂了，我已经看懂了。原来他是先一起上船，再一起分解，他退出来，再进去。哎呦妈呀！进去喽！重点都 get 到了。两节车厢更好了。一排几节车厢？一排四节车厢是吧？是四节，一组四节车厢是吧？嗯，我不知道啊。
对，该看的都看，出来的时候也是这样子，还有一节在脸上。这前面一个人是吧？啊？叫前面一个人。他会把它固定住吗？哎，差不多完事了啊，没啥可看的了。照也照完了，该回回呀，你们两点啊。他不用把它固定住，停下来。有点意思。对，就是为了看这。我就是在可以休息。哦，来来来来，他还往前开一段时间。车库。然后固定住。我说的，它这玩意儿应该是卡的，轨道里哈，对，它是固定的那个，不然你船一动它就，嗯，晃得很厉害，船一动它还跟着飘呗。小鸟的卡，来了来了，它要把它卡上，你看，它会把它卡上。这玩意儿，用小心手手，宝宝。哦，站住了，站住了，站住了。回家呀！就已经卡上了。列车と船の連結機が接続されると、全編成が線上にあります。現在、列車は船の電源から電力を供給され、車内の照明もつけました。ティオン州海峡の渡航には約1時間かかります。私たちの車両は船の中間に位置しているため、外の景色は見えません。車内の照明が再び消えました。これは海南側の港に到着したことを意味します。以下、列車が船から下船することになりますが、このプロセスは先ほどとほぼ同じですので、詳しくは説明しません。这个是我们的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 
这怎么让你退进来了？后走。这颗针就要一数一挂，就这么挂，再走三四个来回呢。嗯，信不？你看突然给拉出来，这又给。这又搬了吧？又搬到上了吧？给多他们头了。你看这又到边这个这轨道。往那个去啊？差不多了。那俩不早出去了吗？用的。车上用不了啊。啊。有点不用。那个都得锁。没锁，他这个堵了。啊。啊，那关那个去了。啊啊。关那个一个挂一个吗？啊，那关那个。嗯。完了，再下一趟，再挂边儿。边儿那行，唱歌照完相咱回去吧啊！照完相了，没啥可看的啊，就这一个架子。哎，这咱照完相，这个节唱歌回去了啊！这个节咱再品一下给他，品一品。有点太好了，看看啊，听听这些声音，咔腾一下就给卡上了啊！坐过这车好几次，我从来没今天没遇到头一节，正好坐这头一节啊，正好坐到这节，这才有这个这个情绪，等着我啊！我说，真好看样儿。这玩意儿怎么挤？那个大锤子直接咔插里了，它两头都是在眼儿上，一插就给锁。这玩意儿。好，你该照完该走走了啊，开始工作了。Thank you.
私たちは海南に上陸しました。すぐ前方には海港駅です。入管機関車が列車全体を海港駅まで牽引しました。
虚的。对，你感受不到晃动，是吧？尤其是想感受那种晃动，对吧？答案你可以上。我们到了口感，对吧？我想。你说能感觉到明显晃动的，就说明都不适合出游，他可能会停止。16時39分、私たちは終点の開港駅に到着しました。次は開港の近郊列車に乗り換え、開港東駅へ向かいます。終点である開港東駅に到着しました。では、
以上が今回の鉄道乗車記でした。ご視聴いただき、ありがとうございました。